最近ですね寝てる時に足がつりましてもうあまりの痛さにも叫びながら起きましたということで日本外資の UFO 読んでいきましょうまずはじめに日本外資初めて聞く人にとっては日本外資日本なのに外資系企業なのかななんて思うかもしれませんただこれは大きな間違いで実際に作ってるものがこちら外資ということで本当名前の通りの企業なんですね まあ、外資なんて日常生活で聞くことは本当ゼロかと思います。ただですね、なんとこの企業、企業名が地味以外弱点がないと言われております。というのも、好業績、高配と、高年収と3秒子いや、健全性も高いので4秒死揃ってるからですね、もう後半のネタバレになってしまってますね。ということで、そんな日本外資、実際どんな事業をやっているのか見ていきましょう。こちらが事業内容のグラフとなります。 セグメントとしましては大きく4つに分かれておりましてエネルギーインフラセラミックスエレクトロニクスそしてプロセステクノロジー特にセラミックスとプロセステクノロジーこちらが主力のようですではそれぞれのセグメントを深掘りしていきましょうまず最初はエネルギーインフラですこちらでは冒頭紹介しました外資というものを製造しているところとなりますでですねその外資どこで使われているのかというとこちら鉄塔や電柱にたくさん取り付けられているリングこれです これがないと電気が暴走しても日本中、悟し状態となってしまいます。電力インフラ維持のためには必須なものです。そして、シェアの方を見ていきますと、日本9割、世界シェア1位ということで、ある意味電力インフラは日本会社の手の中にあると言えます。また、日本会社さん、それだけではなく、もっと高い電圧、発電所に使う外資だったり、それを保守する装置、万が一加えてもらえたとしても、勝手に消化してくれる設備を作っております。 なんかもう本当に日本の電力牛耳へそうですねさらにはナスということで正月馬を作るのに使える野菜の栽培なわけがなく電力を貯められる装置というものを開発しておりますこちら使いみちとしましては太陽光や風力といった発電が不安定なものですねそれをここに貯めることによって電力の安定化を図ることができます売り上げの方を見ていきますと国内の電力会社の設備投資抑制やナス電池が不調ということで電気マイナス3.0%となっております 次にセラミックスですね。こちらのセグメントでは、この写真のように蜂の巣の構造をした筒、ハニセラムの製造を行っております。それでですね、これどんな製品なのかというと、この図のように車の排ガスをこの中に入れると、触媒反応によって有害な物質が水や二酸化炭素といった無害な空気に変換されます。空気をきれいにしてくれる装置というような感じですね。 そしてこの製品なんと世界シェア1位50%のシェアを持っているということで車の2台に1台は日本外製のハ端にセラムが使われておりますただ売り上げに関しましては自動車の影響をもろに受けるということでコロナのきつかった去年自動車の出荷数減に伴い販売数も減少前期マイナス1.1%となっておりますそして次にエレクトロニクスこちらではこのようなちっちゃい電池エネサラというリチウム4電池を製造しております 使用先としましては、回路の中であったり、物流、ワインの中に埋め込まれております。そして、リチウムイオン電池ということで、充電も可能です。え、こんなめっちゃちっちゃい電池、どうやって充電するのと思うかもしれませんが、このように電磁波を当てるだけで充電が可能です。手間いらずです晴らしいですね。しかも、注目してほしいのが、下の使い方。電子の値段表記をセルジーに勝手に変えてくれるということで、 自分、日々タイムセールのシールなくしたらめっちゃコスト削減で儲かるんじゃないと考えてたんですけど日本菓子さんさすがですもうすでにやってました目のつけどころが鋭いそしてこちら紹介だけになってしまうんですが次世代デバイスで期待されているがん実家ガリウム半導体の製造も行っておりますこちらシリコンの1000倍の電子熱を伝える能力を持っているということでデバイスの出力向上が見込まれております とということで売り上げの方を見ていきますと携帯基地局投資の停滞を背景にセラミックパッケージの需要が減少電気費マイナス2.4%となっておりますそれでは最後プロセステクノロジーということでこちらではプロセス技術と名前がついている通り作るための機械を作っている系のセグメントとなります例としてはこのような加熱装置リチウムイオン電池材料を作る装置ということで全体を表示するとこのようなビッグな設備これを製造しております その中にも、一家に一台、半導体装置用のセラミック製品だったり、焼成用のシャッター、クッキーを作るときの型みたいなものですね。そして、ろ過装置、放射性物質の処理装置ということで、なかなか面白いものを製造しております。そして、売上の方を見てみますと、好調な半導体市場を背景に、半導体製造装置用製品の需要が大幅増、前期プラス17%となっております。素晴らしい。 はい。といったところで、次に警視庁の方、確認していこうと思います。まずはじめに、直近5年の売上です。こちら見てみますと、結構順調そうですね。直近、米中コロナの影響が伴うの、今年度、半導体系絶好調ということで、2020年度持ち直しております。しかも、来期、売上純利益ともに過去最高を予想ということで、もう本決算が待ち遠しいですね。はい。それでは、他社はどなた見ていきましょう。 今回、比較に用いる企業は、日本特殊業、AGC、東東の3社です。なんか、競合というよりも、兄弟会社が多いですね。グラフの縦軸的にも、ワンチャン AGC 抜いて乗りたけが良かったかもしれません。ということで、比較のグラフ見ていきますと、まあ、なんか、同業とほぼほぼ変わらないグラフを描いておりますね。ここで AGC 抜いてみたとしても、うん、まあ、t o 以上、日本特殊以下のグラフを描いております。はい。そして次に、純利益です。 こちらグラフを見てみますと結構安定して稼いでいていいですねはいそして2020年落ち込んでしまっておりますがこちら理由としましては米中コロナで設備投資が抑えられて売り上げが落ちてしまったことそして原価償却費や自動車関連で特別損失を計上してしまったためと書かれておりましたでは他社はどなかそちらの方を見ていきましょう 比較のグラフ見ていきますと、AGC が暴れてちょっと見づらくなっておりますが、日本会社さんなんと、とうとうよりも売り上げが,が少ない状態で、とうとうよりも純利益上がっていますので、なかなかいいグラフに仕上がっております。ということで、純利益率、稼ぐ力の方も見ていきましょう。こちら見ていきますと、同業内でしっかり常連上位を取ってきております。素晴らしい。さすがに日本特殊には負けてしまっておりますが、直近で8.5%取っているということで、稼ぐ力、普通に強いですね。はい。 というところで経営者の説明終お会いにしようと思います。それでは健全性指標どうなっているのか見ていきましょう。まずは自己資本比率からです。こちらとりあえず40%以上あれば倒産のリスクが低く50、50%を超えていれば優等生、70%を超えるともうゴと神となります。それでは早速確認してみましょう。日本外資の直近5年の推移としてはだいたい55%前後ということで、もう普通に優等生ですね。素晴らしい。 ただ、業界によってはこの平均値大きく変わりますので、しっかりと同業と比較して高いのか低いのか判断していきましょう。先ほどの3社と比較していきますと、あら以外55%もあるのに3位となっております。ということで、この業界大手の自己処分比率50%超えということで、もうレベル高いですね。ただ、3位といえども他と比べて大きな差があるわけではなく、しかも50%優に超えていますからね、健全性に対してはもう問題なし合格となります。 それでは次に流動比率の方を確認していきます。こちらとりあえず100を超えていれば倒産のリスクが低く、200を超えていれば優等生となります。それでは日本会社どうなのか見ていきましょう。直近5年の数を見てみますと350、350%前後ということで、これはもう健全性問題になっそうですね。ただこの流動比率、高すぎると今度は資金遊ばせているということで、あまり良くはないんですよね。多分株主総会で日本会社めっちゃ疲れていると思います。 それでは他社はどなかそちらの方を確認していきましょう。比較のグラフを見てみますともう圧倒的ですね。こちらの方では日本特徴を大きく話して一応を取ってきております。ということでもう特筆することは全くないです。健全性はもうバッチリというところで健全性仕様の説明お会いにしたいと思います。それでは最後、年収の方を見ていきましょう。 日本外資産の直近5年の数を見てみますと、最近では右肩下がりで落ちてきてるみたいですね。うーん、あまり良くはない。とはいえ、700万台、まあ、キープしているということで、給料としては高めとなっております。それでは、他社と比べてどの程度の1位置なのか見ていきましょう。こちら見ていきますと、日本外資産 AGC について2位となっております。しかも AGC、日本外資以上に減少幅大きいということで、今後、日本外資が上昇に向かえば、1位に躍り出るかもしれません。 そして、兄弟会社の日本特殊陶業と等々こちらと比べますと、日本会社さんなど圧倒的1位ということで、セラミックスで森村グループ入るならば日本会社めっちゃお勧めしたいところです。といったところで、年収の説明お会いにしようと思います。それでは最後ざっくりまとめです。日本概算はセラミックスに強みを持つ企業で、警鐘を健全性、指標、年収どれをとっても文句なしです。しかも高配当銘柄ということで、投資対象としても文句なしとなっております。 以上で説明を終わりにしたいと思います。このチャンネルでは就活生、そして投資を始めた人向けに企業情報をバンバン発信してますので、もしこの動画がいいと思いましたらチャンネル登録、そしていいねの方ぜひともお願いします。それでは、さようなら。